岸神宮、岸神宮、岸神宮、岸神宮は、福井県敦賀市明保の町にある神社。式内社、明神大社、越前国一宮。旧社閣は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。福井県中央部、敦賀市市街地の北東部に鎮座する。敦賀は、天然の良好を有するとともに、北陸道諸国。 現在の北陸地方から機内への入り口であり、対外的にも朝鮮半島や中国東北部への玄関口あたる要所である。神宮はそのような立地であることから、北陸道宗鎮寺と称されて朝廷から特に重視された神社であった。古事記、日本書紀では早い時期に神宮についての記事が見えるが、特に中愛天皇、第十四代神宮皇后、 王神天皇、第十五代との関連が深く、古代史において重要な役割を担う。また、中世には越前国の一宮に位置づけられており、福井県から遠くは新潟県まで及ぶ諸所に多くの車両を有していた。車伝はほとんどは第二次世界大戦中の空襲で消失したため、現在の主要車伝は戦後の再建になる。 空襲を免れた大鳥居は、日本三大鳥居にも数えられる、壮麗な朱塗り鳥居であり、国の重要文化財に指定されている。また、境外者のつぬ神社は、鶴ヶの地名発祥地であると伝える。その他、祭事では、多数の特殊神事が、現在まで続き、古津、コメント等の有形文化財を伝えている。神宮の社名について、資料には主なものとして、 次の故障が見える、資料の引用には、常用漢自体を使用。以上のほか、資料には、ケヒグー、ケヒ大名人、ケヒ社、ケヒ名人などの故障も見える。明治維新後、明治28年、1895年には、神宮号が宣言され、それ以後は社名を、けヒ神宮としている。なお、ケヒの松原の干渉、ケヒも、神宮の社名に由来するもので、 同地が古くは、神宮の領地であったことにちなむとされる。ケヒ、ケヒ、ケヒの由来としては、古事記では、未決から、ケヒに転化したという。古事記の伝承に加え、古い表記のケヒは当てじながら、箱中の飯を意味ることから、ケヒとは、食、ケの、霊、木、すなわち、植物心としての性格を表す名称とする説がある。これとは別に、 王神天皇とケヒガ神との名の交換を意味する、かえ、キャフか、ケヒ、ケ汽笛に変化したとする説もある。以下本校では、社名には、ケヒを使用し、資料の引用など、社名以外では、常用館自体のケヒを使用して解説する。祭神は次の七柱。本殿、本宮に取材神と二柱、元宮周囲の死者の宮に、それぞれ一柱を祀る。 祭神を七柱とする記載は、古くは演技式神明帳に見える。ケヒ宮社記によれば、当初の祭神は、伊佐沢家の命一柱であったが、大宝二年、七百二年の社殿造営にあたって、中愛天皇、神宮皇后を本に合し、周囲に日本穂高穂か四柱を廃止したとする。上記の通り主祭神は、伊佐沢家、伊佐沢家の巨来社別で、 奇肥神宮特有の神である。神明、いざさわけのうち、いざは、誘い促し、さ、は、神とを、わけは、男子の継承の意と言われる。その他の名称として、司書では、ケヒ、ケヒ、未決のと記されるほか、ケヒ偶者記では、捕食人とも記される。これらはいずれも祭人が、植物神としての性格を持つことを指す名称であり、 鶴賀が海産物調校地であったことを反映すると言われる。このことから、神宮の祭神は、上古より当地で祀られた、在地人、特に海人族によって祀られた渡積みであると、解されている。一方、日本初期に、白城王子の飴の日母の信仰として見える、丹京は育ち、笹のたちとの関連性の指摘があり、いざ沢家を飴の日母に当てて、白城由来と見る説もある。 この伊沢,沢家は、中愛天皇、神宮古豪、王神天皇と深いつながりにあることが、古事記、日本書記によって知られる。両書では、中愛天皇が角下に暗宮として、家飛宮を営んだとある日、天皇の木の国滞在中に、熊祖の無本があり角下にいた、神宮古豪を出発させたと見え、角下の地が登場する。神宮古豪は、中愛天皇の突然死を経て、 白木に遠征、三冠征伐、木とに、大使、本田明の孫、王神天皇を生んだ。そして、皇后と大使が大和へ戻る際に謀反があったが、無事平定し、大使は竹内すくねに連れられて、みそぎのため毛ひ神に参詣したという。以上のように、歴史の早い段階から毛ひ神が、朝廷の数敬を受ける神として登場しており、 一連の出生の始まり終わりを成したことから古くは軍神として数形されたとも見られる。古事記ではその後の経緯として、竹内すくねに連れられた大使、王神天皇は伊沢,沢家と名の交換を行ったとする駅名説は。説話によれば、大使が津の地下、鶴ヶの仮宮を営んでいると、世の夢に伊沢,沢家が現れて名を交換するよう告げられた。 大使が承諾すると伊沢,沢家は翌朝に裏に出るように言い、大使が言われた通りにすると裏には一面に伊沢,沢家の剣じたイルカ行、イルカがあった。これにより大使は伊沢,沢家を未決の神と称え、後にその名が下避大臣となったという。同様の説話は日本書紀でも別言として記されているが、古事記、日本書紀とも内容には疑問点が指摘される。 この説話の解釈には諸説あるが、特にその真相を、名と、魚、名の交換すなわち、名の歌詞と、魚の献上であるとして、下髭神と、その放祭氏族の王権への服属儀礼を二重に表すとる説が有力視される。また、以上のように当地が、王神天皇家の勢力基盤であったことは、越前から出た、王神天皇母性孫の形態天皇、 第26代とも関係すると言われる。伊沢家と共に祀られる中愛天皇以下六柱に関しては、7世紀後半に天皇霊が国家守護神として各地に設置された動きと関連づける説がある。その中で守護神として合使された中愛天皇は敗者の霊としてたたり性を備えていたために、全国でも早期の神宮寺成立。 深海少女につながったと指摘される。社殿では、上古に主祭神の伊佐沢家の命は、東北方の手筒山に霊石を垂れ、境内北東方にある毒の地に降臨したという。そして、ケヒグー社記によれば、中愛天皇の時に、神宮皇后が三冠聖伐出兵にあたってケヒ神に祈願をすると、渡罪を祀るように神託があり、皇后は、 アナトに向かう途中で渡積から、星、万の玉を得た。そして中愛天皇八年三月に、神宮皇后と、竹内すくねが、安住連に命じて毛姫神を祀らせたといい、これが、神宮の創建になるとしている。またこの時、毛姫大臣は玉器命に神がかりして、三冠性罰の成功を再び託したとも伝える。その後大法二年、七百二年に、 文武天皇の直によって、社殿を造営し、本宮に、中愛天皇、神宮古后を起こし、東殿宮、総社宮、平殿宮、西殿宮の四殿に、各一柱を祀ったという。また前述のように、古時記、日本書記では、中愛天皇、神宮古后、応神天皇の時期に記事,記事が記されている。しかしながら、その後は、自頭天皇六年、 692年まで神宮に関する記事は見えない子から7世紀中頃までは朝廷とのつながりは薄かったとして7世紀後半頃に毛紀神の再試験が在地豪族から朝廷の手に移ったと推測される国史において毛紀神が再び現れるのは自頭天皇6年692年でその記事では越前の国史が 角賀郡の浜で取った白賀を献上したため、二十個の神風神社に寄進された福子が増風されたと記されいる。平気元年七百十五年には境内に神宮寺、ケヒ神宮寺が設けられたというが、これは文献上で全国最古の神宮寺成立になる。また、新昇各直府省によれば、天平三年七百三十一年に、 十三味料として二百個の神風があり、天平神五元年七百六十五年には神風は二百四十四個に及んだ。同記事では深海として十三味と記されているが、これも全国初心の深海記事のうちで最古になる。その後、深海は官平五年八百九十三年までに小一位、君一等の極位に達した。 このような深海少女には旧世紀の東、アジア情勢が背景にあり、この時期に、渡積みとしての本来の性格が、朝廷から重要視されたと推測される。また、神宮は、朝廷鎮護の重要な一角として、古くから朝廷との結びつきが強く、朝廷からの宝兵が、宝紀元年、770年、死者、中富のくの連藩マ上和六年、 839年、死者、大中富屋村、磯守、大臣阿村、守る、人事2年、852年、上元元年、859年、死者、大中富屋村富雄にあった。また、上和六年、839年には、神宮の雑務は、国司預かりから神技官直轄に移行され、朝廷との関わりを一層強めている。延長五年、 927年成立の縁儀式新名帳では、越前国鶴田郡に、下肥神社七座並名神台と記載され、七座が名神大社に列している。また、同庁に見える、鶴ヶ神社、大宮下前神社、天理県神社、天秘女若神子神社、伊佐那彦神社の式内社五社は、神宮の境内社に否定される。そのうちでも特に、天ね県 天ね女若巫子、天伊さなび子の三者は、俗日本語記において、経費大宮の巫女と見える。このことから、神宮周辺の書者が、おこかみとして編成されたとして、鶴賀の在地社会において、神宮中心の国家祭祀体系が構築されたと、考えられている。中世以降は、越前国の一宮に位置づけられ、北陸道窓鎮守とも称されたという。古代に続いて、 中世も広大な車両を有しており、その土地は、越前を中心として遠く越中、越後、佐渡にまで及んでいた。南北朝時代の戦乱では、宮司の家主をは、南朝方につき金ヶ崎城を築いて奮戦したが、北朝方に敗れ一門は討ち死にした。この廃止により、神宮の車両も禁じられたが、それでもなお24万国を所領したと伝える。神宮は、 中世を通じて、社殿消失が多く、資料には、再建を示す記事が多く見られる。戦国時代には、社家は、戦国大名朝倉氏の下に組み込まれた。そのため、織田信長の信仰によって、社殿のほとんどを消失、朝倉氏滅亡とともに、車両も没収されて、社税は著しく衰退した。江戸時代に入ると、慶長8年、前6 0 3年に、 結城秀康から百国が寄進され、慶長九年、1六百四年には、社殿造営がなされて再興が果たされた。その後は、徳川家光から秀忠の病気兵機願領として五十国が寄進されたほか、王の上主の松平田島守などからの砲兵も受けている。しかしながら、かつての繁栄は見られなくなったという。明治維新後、明治四年。 1871年に近代社格制度において国兵大社に列した。明治28年1895年には官兵大社に昇格するとともに神宮号宣言により社名を現在の紀比神宮に改称した。昭和20年1945年には鶴ヶ空襲により旧国宝の本殿ほか社殿の多くを消失した。本殿は 昭和25年、1950年に再建され、その他の社殿も再建、修復を経て、現在に至っている。また、戦後は、神社本庁の別表神社に列している。ケヒガミの祭祀は、古代には、ツヌガシ、ツヌガ、ウジ、ツヌガジカ、ツヌガカイジカったと言われる。このツヌガ氏は、ツ賀ガにおける、海上交通、漁業の統率者、 海人族であり、一説には、つぬが国造の氏族とも言われる。つる氏には、市長母として5世紀末の高出産1号分、直径約60メートルの円墳、が残るが、その副葬品には、被創者と朝鮮半島の深いつながりが指摘される。このつぬが氏は、7世紀後半頃には、朝廷の支配下に入ったと見られている。記録上では、後期7年。 776年に、朝廷から初めて偶司職が置かれ、偶司は十八位に準じたとある。以後、文献では、偶司として、大中富氏、中富の氏の各人物が見える。延暦十三年、八百四年からは、偶司の就任には、人議官の認可が必要となり、朝廷とのつながりを強めている。また、上和二年、三十五年の記事ではネギ、宿の、 各職が見える。演技式によれば、松原客官、牧会師の客官の兼業も偶児が担っていた。なお、長野軍祭には、上略四年、1八8 0年に神事を怪我したたたりがあったため、新館に中払いを課した記録が見える。古くは、新職として、大宮司、大法里、権野法里、福祉、聖ネギ、福ネギ職があり、 四十八の社家は大、大中富生、角のがを称したという、室町時代からは、還元生も加わった。人物としては特に、南北朝の騒乱で、常吉親王、御子と良親王を奉じた、大宮寺の景騎士、治、西春親子が知られる。また、県行、行事、別当、執刀等三十六房を数える、社奏職もあったという。信長の越前後は、 大中富生の東、川端、西川ただし、北川ただし、石倉、石塚、平松の六家と、角賀生の島家、関元生の久内家の計八家を残すのみとなった。この社家制度は、明治四年、1871年の大乗官布告をもって廃止されている。六国史時代における車両の記録は次の通り、上記のうち、児童天皇六年の記事は、 造風であるため、これに先立って、すでに不幸があったとされる。また二百四十四個という神風は、全国でも屈指の数になる。その後、日本三大実録によれば、元行八年八百八十四年に、神宮の風祖国は、神子に収めて、祭祀碑に充てられるともに、神戸の百姓の国役への重騰が停止されている。平安時代末以降には、 車両が荘園化し、賭場院を本家として、皇室寮に入り、美福門院、八条院、春門院、淳徳院、五高倉院、安義美門院、室町院、亀山院、郷宇大院、後大醐天皇へと大覚寺等に得られた。また、律令制の崩壊とともに、先の福も荘園化したとされる。それらの荘園寮は、建略2年。 1212 12年中心の目録によって知られ、同文によると車両は、鶴ヶ郡を中心とする、越前国に加え、鶴ヶ港、三国港の横、越中、越後までの一部にまで及んでいた。作田は257町余りで、初島米は1700国余り、さらに受け加米を加えると2111国であった。そのうち、 本家分は702国余り、両家分は292国余り、大宮司、預かり処分は177国余りである。前述のようにこれら荘園の本家は皇室であったが、両家は、九条良介、九条金座の子の治行に始まって、延暦寺の奨励院に伝えられた。応仁の乱の後は、武家による侵略を受けながら、朝倉氏滅亡までは、 ところどころの車両を有したが、浅倉市の滅亡後に衰退した。江戸時代の車両は百国であった。神宮の社殿は、被災が多く、文献にはたびたび再建なされた様子が見える。ケヒグー社記等によると、再建年次は次の通り。神宮の中世紀の境内の様子は、ケヒ神宮小津、室町時代後期によって知られる。また、戦災で消失した、 旧本殿は珍しい両流作りであったことが知られるが、社伝説参照以上の変遷を踏まえると、その両流作りの形式は、文永2年1265年までは確実に遡ることができ、可能性としては、公園1135年または、元旧1204年頃に遡ると推測される。また、現在の神宮の入り口は、境内西側に、 国道8号に面して設けられているが、古くは東側にあったとされている。資料によれば、昭安3年、1301年に神宮を参詣した、岡山正則、自習、第二世は、西山道の沼地を改善するため浜から砂を運んで、整地したといい、それ以来神宮の入り口は西側に移ったという。この古辞にちなみ、現在でも、自習層本山の守交代時には、神宮で、 お砂持ちの儀式が割れる。境内の広さは一万千二百五十三坪、約三点七ヘクタール。主要社殿は、昭和二十年、百四十五年の空襲で消失したため、いずれも戦後の再建である。本殿、本宮は、昭和二十五年、九百五十年の再建で、南面して鎮座する。本殿の周囲には東殿宮本殿の東、 宗茶宮、東北、平田宮、西北、西殿宮、西の四社殿が建てられ、これらは四社の宮、四社の宮、四社の宮と総称される。四社の宮はいずれも平成に入っての再建社殿で、ある。また、本殿に接続して内拝殿、外拝殿が建てられているが、これらは昭和の大蔵英治の再建になる。戦災で消失した旧本殿は、 江戸時代初期の慶長19年、1614年に、結城秀康によって再建されたもので、旧国宝に指定されていた。桁雪三軒、張間島、両流造りという独特の形式の大規模な社殿で、屋根は日和田吹き、正面には一軒の後輩が付設されていた。また内部は、正面一軒通りを外人とし、奥は一軒ごとに三分割して、中央間に、中人、 内人、内内人を設け、左右脇間は機関は空殿とされていた。ケヒグー級記によれば、そのうち、内内人の中央に、中愛天皇、右、西に、神宮皇后、左、東に、ホラオオミカミ、イササワケの命が祀られていたという。社務所は、平成二十三年、二千十一年の再建。以前の社務所では裁判所長者が移転、使用されていた。 境内から手筒山の方角の鶴が来た小学校校庭には、土校と称される昇級がある。毒とは、恩陽道における神の名である。毒は、神宮の聖地とされており、周囲には、乱景の石が八角形に巡らされている。社殿では、下姫神はこの毒に降臨したといい、大宝2年、702年の社殿造営以前は毒を、ひもろぎとして祭祀がやれたとする。 また、社殿造営後も毒は、フルートの地として守られたとも、最長、空海は、当地で7日7夜の祈祷を行ったとも伝える。この毒は性別されているため、調査が行われておらず詳細は明らかでない。社殿に見える説の他に、古墳とする説や京塚とする説がある。中鳥前に立つ松は、旗桂松、旗揚げの松と称される。遮殿では、 延元元年1336年に宮司の毛皮子をが南朝方として挙兵するにあたりこの松に毛皮神の神端を掲げたという現在もその旧年が残るとともに二代目の松が生育しているまた境内には昭和11年1936年に陸軍関係者から献起されたユーカリの大木が生育しているこの木は 鶴ヶ市指定天然記念物に指定されている。その他、境内東南側には、庭園、神髄園が整備されている。境内入り口に建てられている大鳥居は、江戸時代前期の昇法2年、1645年の造営。木造朱塗りの両部鳥居で、高さ36尺、10.93メートル、柱間24尺である。変額、木々神宮は、 有栖川の宮武人親王の選筆になる。神宮の境内入り口は古くは東側にあったため、社殿造営施設参照。初代鳥居は公認元年八百十年に境内東側に建てられていたが、その鳥居は公営二年三百四十三年に欧風で倒壊したという。そして、官営年間百二十四年から百四十四年。 2. 佐渡の旧神領地の鳥池原から奉納された室の大木を使用して、現在の大鳥居が境内西側に建てられたと伝える。この鳥居は空襲の被害を免れており、国の重要文化財に指定されている。また、奈良の春日大社、広島の五福島神社の大鳥居と共に、日本三大鳥居にも数えられている。現在の節末社は、節者五社、末社九社の、 計十四社、いずれも境内社。接者は、伊佐別神社以外は、式内社で、末社のうちでも、大見は下前神社は、式内社である。これら末者のうち、本殿向かって、左手に鎮座する伊佐別、天ねり剣、天衣異常な姫、天衣異常な美子、義良、剣、金、林、鏡の旧社には、本宮と関係が深い神々が祀られており、 旧社の宮、九社の宮、旧社の宮と総称される。俗日本語記によると、甘ねり剣、天衣上な姫、天衣上なび子の三者は、ケヒ大宮の巫女であるという。なお、神宮の北方鎮守社は、手筒や前間六にあった道後神社、式内社、大宮下前神社に否定で、現在は、大宮下前神社として、神宮境内に鎮座する。 奇肥神宮で年間に行われる祭事の一覧。奇肥神宮の霊祭は、毎年9月4日に行われる。古くは、旧暦8月4日に行われたが、これは、中愛天皇、神宮皇后以下与柱の合祀がなされた、大宝2年、702年8月4日にちなむという。霊祭自体は9月4日になるが、各種神事は2日の宵宮祭りから始まる。 そして十五日の月次祭まで祭事が続くことから、一連の祭りは、経費の長祭と称される。また、俗に、ケイ祭りとも言う。この期間中は、鶴ヶ市内でも、鶴ヶ祭りとして、各種行事が行われる。二日には、翌日からの祭りに備えて、本殿で宵宮祭りが行われ、大鳥以前には、各町内から、出汁が集まって舞が奉納される。そして三日には、 信仰祭として、祭人の神霊を移した法蓮の市内巡行が、壮麗な行列ともに行われ、市内は大きな賑わいを見せる。続く4日の霊大祭は1年間で最重要の祭りである。この祭りでは、神社本庁から、県兵士が参考して、平白領が展示られ、本殿において古式に則っ,った神事が行われた後、市内各庁の出しの巡行が行われる。その後、 祭りは5日からの後日祭りを経て15日の月次祭で終了する。神宮で行われる特殊神事。ケヒ神宮寺は、紀ヒ神宮にかつて存在した神宮寺。現在は廃寺。富士市家伝によれば、神宮寺の成立は令気元年715年で、文献上では、全国の神宮寺の中で最古になる。道書によれば、 藤原ムチマロの夢に毛碑神が現れ、宿号によって神の身となったことの苦悩を告げて仏道による救済を求め、ムチマロはその願いを入れて神宮寺を建立したという。最高2年、855年には、毛碑大神宮寺と三古神宮寺、不祥に対して、徳道像5人、神願住者5人の、計10人の常住像を置くことが定められた。また、天安2年、 八百五十八年には、仏像造流碑として、稲一万束の重刀、天安三年、八百五十九年には、大藩屋京一部の暗地の記事が見えるほか、上岸二年、八百六十年記事では、神宮寺が定額寺となされている。その後の経緯は、記録がなく明らかでない。大英六年、五百二十六年の聖泉宮に、再して神宮寺五度教書で度教があったとも言が、 廃絶の経緯、後地は不詳。なお、付近の全明寺や、妙願い寺では、神宮寺を前身とするという由緒を伝える。若狭、越前地方の神宮寺では、剣神社、入軍越前町の神宮寺成立が七百十年代と推定されるほか、若狭尾湖神社、小浜市神宮寺の神願い寺、若狭神宮寺では、養老年間、 七百十七年から七百二十四年の総建端が類似国史に記されている。紀比神宮寺を含むこれら神宮寺の相次ぐ成立に関して、その時期、位置の近さから同一僧侶一節、一説に白山会帰の隊長による活動を推測する説がある。また、成立要因に関して、敗者としてたたり性を備える従愛天皇、敵神宮祭神、おしくま王子、 鶴神社祭神の霊を仏像の面からイ伏する目的であったと推測する説もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。